史叫びたりの撮影現場。金城武さん、真夏の中、お酒たくさん飲んで、革ジャン着て走ってましたので、その頑張った成果をぜひ見てください。金城武さん主演の香港映画「傷だらけの男たち」が完成。先ほど来日会見が行われました。金城さんは恋人の自殺をきっかけに私立探偵になった元刑事役。映画の中で現実逃避からアルコール依存症になります。金城くん、もしよかったら飲みながら撮影してくれないって言われて、で僕はもう いいんですか飲みますよっていうちょっとニコニコしてるニコニコしてぜひ飲みますっていう現場に着いたらまずもうはい、ロックちょうだいとか、ウイスキーロックでずっと飲んでて、メイクしてる時もずっと飲んでて、ちょっと体力的にしんどくなってきたなっていうのがありましたね。最後の方はおかしく、ちょっとなんか肝臓がおかしいのかなっていうぐらい。金城さんの元上司を演じるのはトニー・レオン。自暴自棄になった後輩を優しく見守る役どころ。もう直視して芝居できなかったですね、初めの頃は。目を合わせて。それはどんなところか、なんでなんだか分かんない。なんか見てると恥ずかしくなっちゃう、自分が魅力があるかもしれないし、初めの頃は僕も彼にも言ったし、僕ちゃんと目見て話せないのであまりこっち向かないでって香港の繁華街や道路を一部封鎖し、大掛かりな炎上シーンも撮影。金城さんにとっても香港の街で撮影するのはおよそ5年ぶり。真夏の香港で狭い路地や階段を全力疾走で犯人を追いかけたり、火災現場のシーンではあまりの煙の凄さに咳き込んだりと、まさに危険と隣り合わせ。暑い多分何をしても一番暑い時期だったので、気温がその日も同じ部屋にいるだけでも本当耐えられないぐらい暑かっただけっていうのが一番辛かったですね。ところで金城さんは傷ついた友達をどんな風に慰めますか？誰かが失恋して悲しんでたら、よかったじゃん、これで自由じゃんとかって言いますよね。じゃあ逆にね、自分がそういう例えば失恋した時にかけてほしい言葉。いや、もう話しかけないでさあ今回この映画は精神的に傷ついた男たちを描いています。金城さんに心が傷ついた時の立ち直り方について伺ったところ、とにかく本をたくさん読むんだそうです。それもいろんなジャンルを読み漁るということです。本を読むことでいろいろなアングルから物事を考えられるようになって、立ち直る手助けになるとおっしゃっていました。